ほら、こぼさないで。パンもちぎってから食べる。わかったよ。大きな船に乗ったところだよ。ああ、そうか。いろいろな地方の商人が乗り合わせるからな。やっぱり外の世界にはいろいろなものがあるんだな。夜も本をお読みになって構いません。助かります。何の話だ？なんでもない。ほら、いいから片付けを手伝って、パンくずも拾って。はいはい、わかってるって。あの二人。うむ。ずいぶん仲良かったな。あのな、主よ。どうした？そんな、羨ましそうに。わっちも、いや、分かっておる。こっぱずかしいのか、わっちにもわからぬ。じゃが、なら、わっちとは。いや、きちんと言葉にしたくなかった。俺は確かに羨ましいと思った。二人はこの先も教会で暮らすだろう。俺たちはどうだ？お前は故郷への手がかりを得た。お前は故郷に帰ったらその先どうするんだ？わからぬ。故郷を見てそれで満足なわけがない。ああ、わっちゃよいつの堅牢ほろほっ、もうしばし寝る。代わりに本に目を通しておいてくれれ。わかりましたよ。